はい、どうも、サオでございます。今日はセブンナイツやっていきましょう。ということでね、今日はメルキルで、超火力出したいということで、まあ、僕が注目したキャラ、それはもちろん、クラハンくんでございます、ね。クラハンくんが、良い点、まあ、ジャッコーより良い点は、まあ、クリティカルが出れば、ジャッコーのダメージ力 50% よりも高くなると、火力が。まあ、なぜなら、クリティカル分と、まあ、クリティカルダメージ量上昇分が、かかるので、まあ、これですね。まあ、だからダメージ量が単純に 50% 上がるよりは、クラハン君のを入れて、まあ、クリティカル上げて、クリティダメージを上昇させるた方が、まあ、メルキルの火力が引き立つと。火力が出ないメルキルさんを後ろに置いた方が今はちょっといいんじゃないかなって思ってます。まあ、だからジャック王にするっていうと、まあ、テンプレになりますよね、このメルキルのバックの。でも今回はちょっとクリティカルをね使いたい、というかでも火力を出したいメルキルで、まあ、なんですが、ちょっとあの天敵ルークがいますね。これはブロック率を上げられるのでクリティカルが対抗になりますね。さあ我が家に集道へ、ちょっとほんとカクカクやな。はい、オッケー、反撃すると。まあこういう風にあの回避してくれれば死ぬことないんで、あのオルリーより生きたりしますね。まあ、オルリーは結局免疫剥がれてしまったは最後しまったら最後なので、あ、先にカールやられた。やべえ、沈黙も入んないわな。まあこれでカールのスキルを使ってもらえればいいんですけど、最近カールのなんか優先度低くないですか。あ、使った。でこれで、メルキル君が、あー、反撃でワンチャン覚醒スキル溜まるとかないか。反撃は溜まんないですね。これでも溜まんないかな。これで溜まる、反撃で溜まる、溜まらない。オッケー、これ2回撃たれるぞ。あー、撃たれましたね。ひー、まあ、まあ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 、まだなんとか、なんとか。てか、それめっちゃ使いすぎよ、それ。それそんな使わんくていいから。マジで。一体やられました。とじゃないんだよ、俺。これダメージになんないから、メルキルを後ろに置いたんですけど、まあ、これ完全にボロ負けっすね。次。火力が出ないメルキル君のスキルを後ろに逆に置いてしまえばみたいな、逆にアタッカーにするみたいな考えは意外と生まれ始めてるんじゃないかなって思います。火力インフレしてますからね。じゃあ前に置いて火力ないやつ後ろに置こうみたいな、火力ないけど有能なやつ、まあ、スキル範囲は有能ですからね。さあ、ということでクラハン君が、あのクラハンとエリスでダブルチェーンみたいなことできますか。最悪なのは沈黙の方のスキルですね。沈黙の方のスキルはもう入んないんでね、沈黙マジで。だからノーブルを使ってほしくないからこの編成にしたのに。そしてカールが使わないんですよね、なぜか。で相手が溜まったら使ってくれるんですよ、まあ、それ何の意味があんだみたいな。もしかしたら使わない。オッケー、使った。相手溜まってたら意味ないんですよ、これ。一方的にアドエレバー強い技なのに。と思ったら使ってこない。さあ、ここでお見舞いしろ。カールじゃない。いいよ。なんでオルリーが動くね。さあ、お見舞いしてやれ。カールヘロンよ。君の火力を見せてくれ。いけ！なんでー？なかなか使わないんだけど。来ました。火力1万が出てましたけど、5000って出てました。すごいすごい火力、まあ、これがクラハンを入れたことによるメルキルの超火力理論ですね。あの単純に免疫剥がれた後はもうテオの餌食ですからね。まだ大丈夫。てか人形変わってくから
火力抑えられてるわ。まあ、一応チャレンジャー補正もありますから、ね。いけ火力を見せろ。いい火力。ソーハメプージン。なんか大丈夫ですね、別に手を。まあ、なんかこういう風にあのオルリー君は前にいても火力出るんで、まあ、僕的にはやっぱメルキルバックを押したいところではあります。基本的に初心者の人でもメルキルの数多い方多いと思うので、多いキャラ突数が高いキャラを後ろに置いてあげるのは非常に序盤有効な手段です。固定ダメの方一回も打ってないけどどうなってんの。あ、耐久パですね。ブロックを上げられる。まあでもここでちょっとメルキル活躍してくれたら嬉しい。まあ逆に返せばブロック率下げてるようなもんですからね、クリティカル上がってるということは。よいしょ。じゃあ使ってもらって、カール君に使ってもらって。何なんだこの優先度、謎すぎるんだけど。これで倒れたらさ意味わかんないよ。あ、オッケーオッケー、使ってね。はあ、何なんだこれは。趣旨が変わってるしな。ほら相手が先に使いますよ。で使ったら使わねえ、なんだこれ。無効化を張りましたけど。そして固定ダム。あ、それいやー、カールが使わないのは何なんすかね。本当に負けるんですよね、カール使わないと。もう謎でしかない、あれに関しては。というわけでラストいきましょう。いい火力だ、もうのっけからいい火力や。さあさあさあ、貫通ついてるかな、ついてないね。 OK。 クラハンが暗闇。クラハンはもう動こうか動かないか関係ないんで、状態異常になっててくれていいんですけど、暗闇はだるいっすね。さあ先にカールが打てるといい感じになるんだけど、打ってくれないかな。あ、打ってくれないよね。あ、でも来い、クリティカル、いい火力。やばいよこれ、貫通しましたからね、シールド。さあ使ってくれ、反撃もいい火力。オッケー、ナイス。まあでも相手溜まってるから使ってんだよなこれ。まあそうですね、これ相手使う、相手溜まってれば使うみたいなありますよねこれ。完全に来い、見せろ火力を。いいぞ。で次もメルキル動いてくる。ああ粉々来ちゃった、シールド張られますね。こっちエリス動いてくれれば関係ないんですけどって思ったら動いてくれた。よいしょ、こっちはシールド。あ、落ちましたねカール。さあ行けメルキル。あー、お前かーい。まあ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 、これで気絶引かなければ OK。 いや急にカール動き始めますやん。よし、落とした。もう勝ち確ですが、メルキルの火力をね見たいんですよ僕は。さあ行けメルキル。 OK、 禁じられた実験。あ、でもこれ固定ダメの方しか入んない。まあでもクリア出てますね。これで反撃でエリス持っていけたらなかなか、なかなかですけど。持ってけ。あ、そうか、1体倒れてた。 OK、 ナイス。アンガーオブライトニングはどっちだ、こっちか。相手の状態異常解けたかと思ったけど OK。なかなかね、いいんですよ、このバックメルキル。
で、まあクラハンはまあ一応火力を出したかったので入れてます。まあ、ジャック持ってる人は、まあ、ジャックでやってみてくださいってことですね。まあエリシアでも大丈夫です、あの位置は。まあ、でクラハンとかだと、まあ、意外と持ってる人いるかもしれないし、メイボックスから取ってる人もいるかもしれないんで、あの枠はクラハンでも全然マス1じゃない、マス2、マス3いけると思います。僕先週マス2いける勢いでした。行ってはないです、忘れました。今回はクラハン、あのウィズメルキルでございました。はい、参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。